シュールストルミングがカーネジー軌道に触れて、でそこで、うん、あ、やべ、どうも。ってことはさ、うん、この姉ちゃん、うん、誕生日いつ？姉ちゃん？あれ？ってことはね、カーネジー、カーネジー軌道のそのゼロ、長い。はいどうも、はいどうも、はいどうもロッピーです。じゃあやっていこうか。うん。ちょっと待って、生き返らせたんだよ確か。先々週。あ、そうだね。ミナキンタン、こういう時、さ、ここでミナキン使うんだよ。素晴らしい。あ、ここミナキン使うんで、マンキン使えばいいのかな。金の方が早いな。マンキンの方が早いわ。マンキンキンだな。いや、どうかな。で、ミナキン使えばいいか。いや、多分ミナキンいらない。千金アシュラとかでいいと思うよ。そうかな。そうかな、果たしてそうかな。マックス、マックス。アシュラだけだもんだって、あと。あ、そうか。まあいいや。じゃあいいや。いいよ。ヌー、このままでは死を待つのみ。ほんとはカルラに声が。あれだね。ポコポコハンマーとか持ってそうだね。なんか。ね。すまなんだ。桃太郎、あ、シャオタつけてばっかりに、このような目に遭うとは。ペロペロ。ほんとだよ。あとでジュース買ってくれよ。しかし、何としてもここから逃れねば、どうしたものやら。うぬぬぬぬぬぬわしの目だくらいうちは俺の世界終わらせまいぞ。言うことはかっこいいんだけど声がな。ぬいや、ぬそういうキャラクターなの。待って。はい。何や、物音が聞こえぬか。いや、ぬって、いや、そういうあれじゃない。土を、いや、岩を砕くような音が。蜜はドリラーだ。そうかもしれない。これは一体何の音だ。うお。掘っちゃった、自分で。自分で掘ったの？自分で掘っちゃった。気をつけろ、桃太郎、わしも続く、ジョイ。いや、なんだ、なんだ。なんだ、こいつ、仕切り始めたぞ。なんだ、こいつ。おう、誰だっけ。おう、そなたは、誰だ、これ。あ、違う、主天童子で。ほら。おう。主天童子ではないか。お前だったのか、この岩に穴を開けたのは。人違いです。無理をしようって。これ俺だっけ？わかんない。ぐぎぃ、まずはぐうじで何や。こんな気持ち悪いけど。ははは、デジモン。なんで今吐きそうになったの、ちょっと。大丈夫、大丈夫。死にたい、死にたい、死にたい。いやいやいや、なんでだよ。最後にパイナップル食べて死にたい。死にたい。エマ王子よ。エマ、エマ王子じゃん。エマ王子って。何だよ、お前ら。何だよ、もう。主天童子よ。エリベリってやつ。プリン話すな。気持ちはここにいるもの、みんなに自分伝わっちょる。もういいよ、喋んな。甘いパイナップル食べたい。もうよい、主天、喋るな。なんでパイナップルなんで、いろいろ、世の中にあるの。軍人、キツは浅い。おう。はい、いいよ。はい。おう、酒飲みのあんちゃんよ。まだオラを無人って呼んでくれてねえんだよ。まだやること残ってんだよ。なんだよ。パイナップルじゃない。違かった。これパイ、あんだけ言っといてパイナップルじゃなかった。パイナップルじゃない、これ。え、なに、パイナップルじゃない。うわぁ。何を我が名は主天童子、かつて軍事と呼ばれた鬼。そうたとえ子孫を生きてる者たちの声の黒はそれでよし。精神、これでよし、俺強し。やめろ、お前強しじゃねえ。主天童子様。酒飲みの兄ちゃん。あのね、主天童子は何言ってるか全く分からなかった。分かんなかったよ。主天童子様。ウキウキキキ、主天童子様。ケンケン。こげごっこ、主天童子様。なるほどね。桃太よ、主天童子の最後と俺は決して忘れてはいけない。俺たちさ、割と真面目なシーンをさ、いいシーンをさ、変な風に、変な風に、めちゃくちゃにしちゃったかもしれない。パイナップルにしちゃった。パイナップルにしちゃった。主天童子様、軍人の名を告げるよう努力いたします。さあ急がねば、岩がそれと崩れにここを抜け出さねば。いや、悪ノリが過ぎたな。主天童子の最後を、俺はいいんだよ、そういう感動シーンを。そうだよ、俺たちは他にやらないことをやっちゃう、平気でやって抜けちゃう、 そこにしびれる、憧れるっていう。おそれがね、うん、ダメっていう人はね、もしかしたら多いかもしんないけど、うん、まあいいんじゃない。いいよいいよいいよ。
なんかうまい具合に階段が残ってくれたな。うまい具合に残ってくれてるな。ご都合主義だな。主典童子が穴を掘ってくれたと。主典童子はミスタードリアだったってことか。あ、そうだね。つまり、トトのつまり。あ、出れた。息ができる、やっと。あれ、邪魔。エンマ邪魔。エンマ邪魔。あれ、え、喋れないの？今話しかけられなかった。ちょっともう一回試してみよう。なんか無言の当選。あ、出た。あ、喋った。マオタロウ彼らのために多くの部下や罪のない人間が死んでいった。わしはもっと強く彼らのことをバサラワザも言うべきだったかもしれない。弱々しくなってきて。わしはお前から愛と勇気学んだつもりだが、まだまだ学び足りぬ。どうかわしも仲間に加えてくれ。ダメ。あ、一応勝手な仲間になりやがったな、これ。エンマ様か、そうか。まあ、エンマ様だよな。解雇。うん、分かった。うん、分かった。オッケーっつって。地響きとともに。あれ、この階段何？この階段。アウェーン。アウェイ。竹取の村のある。みんな強えよ。よし、行こう。みんな強えよ。ミナキンタン使っちゃうよ。ミナキンタン使っちゃうよ。いいの？いいよ、いいよ。ザッツオール。いいよ、使え。この下何があんの？え、そっから来たんじゃないの？後ろ。あ、そうだ。ああ、なるほどね。でもあれはなんか抜け道的なあれで。ああ、そういうことか。そうそうそう。なんでお前？お前が仕切るな。よし、出発だぞ。レッツブーン。お前が仕切るな。バーガー。ふむ、カルラメ、家庭の通路まで必要で行きよかったか。しかし案ずることはない。この程度の岩ならこの城を体当たりさせれば砕け散るであろう。マジでマジでこいつ、こいつ新入りのくせにクレイジーだ。こいつクレイジーだ。クレイジーだよ。なんだこいつ、本当に壊しちゃったし。ここにはかつて我らが作った隠し通路がある。出口の一方は南東の突き当たり。南東の壁に城で体当たりすれば地上の竹取の村のある島の湖、竹取の村が。竹取の村行ってないじゃん。そしてもう一方は北西の突き当たりだ。北西の壁に地上に鬼よけ仙人の、ああ、鬼よけ仙人。鬼よけだっても行ったじゃん。南東行くか。南東行こう。南東、それは、触れ合いの心。触れ合いの心。うん、星雲。ん？上じゃない、上。わお。クレイジー G だ。そんな硬いの？クレイジー G だな。クレイジー G。さあ。え、竹取の村どこ？竹取の村に、あ、鬼ヶ島。ドゥーンドゥーンドゥーン。来た。久々。来るよこれ。バシャラ王様。鬼のようでありえぬことが起きてしまいました。ぐるるるるるるる。ガルル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 。あのエンマ王が奈落の洞窟から逃げました。な、なんだと。あのエンマが鬼の掟を破ったと思うさ。は、はい、そのようなことになるかと思われます。お前もか。ぬぬ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 ぬ、エンマよ、しまようたか。鬼の世を一緒に築き上げてきたエンマよ、急ぎさえ過ぎればまた軍を任せるつもりだったのだぞ、エンマ。長えな、こいつ。苦しみ、長えな。エンマよ、お前は本人がどうなってもよいのか。本人いないのに。バサラ王様、そろそろかぐや姫を処分されては。処分、処分。あの女が、どうも、桃太郎たちやエンマ王の支えになっているようです。と思って。よい、好きにせい。わ
私は誰を信じれば。ははーエンマよー、エンマよー、エンマよ ー, エンマよー。そして世継ぎにしなかったエンマよ。ははー、早速月へ向かいまする。はい、行ってらっしゃい。しめしめ、今のバシャラ王様は抜け殻で。返事したのも覚えていまい。いや、めっちゃ聞こえてるからね。けっけっけ。ぐるるるん。バルルルン。よし。よし。よし。茶番は終わり。いや、でもいい感じに進んできてるんじゃないか。ここ前来なかったっけ、来てねえか。竹取りの。なんか、ね、普通の陸ならなんか来てねえか。ありそうだけど。あ、普通の陸じゃねえんだ、ここ。そうなの。え、じゃあどんな陸？こうか。ちょっとここで休んでいくか。だから城でさ、確か、ただで飲み食い、うん、飲み食いできるはず。飲み食いっていうか。いや、左に。あ、そっか。いや、どうかあるよ。こいつか。お前か、布団の中から失礼します。なんかうつ伏せでちょっと。今すごい集まり方したけど。ふふんしながら。ふふんしながら。ねえねえ、好きなやつ一斉のせいで言おうぜ。一斉のせい。なんでお前言わねえんだよ。いえ、お前が、お前はなんで言わねえんだよ、お前も。いや、お前が先に言うと思ったからさ。お前、そんなよくねえよ。じゃあ次は絶対言うんだよ。一斉の。はい、せーの。言えよ。なんで言わねえんだよ。言うてたろ、約束だ、お前。本当にもう。もう、行ったら6時ぐらい。あ、お宿7に来ちゃったよ。お宿7じゃん。竹取の村の人たちはかぐや姫を奪われてどこに？何？チチュン、囚われてんだ、かぐや姫。マジで？自分の力でかぐや姫を救うんだと息巻いてる。ほざきやがれ。これ、もしかしたら、待って、医者に来ちゃった。武器がすごいんじゃない？武器めっちゃ強いよ、多分。もう、武器を防具？最近なんか攻撃受けすぎる。正宗とかあるんじゃない？早く竹取の村。どうやって行く？防具か、防具。竹取の島？突然、砂浜か。え、霧だった。霧だった崖になっちゃった。地蔵。竹取の島って何？島になっちゃったんだ、島。島なの、竹取って。島はどんどん肌寒くなる。黄泉の塔にある。石にある黄泉の塔。羅生門だって。羅生門。羅生門、さて問題です。羅生門を、書いた作家の名前はなんて名前でしょう。わかんない。誰だっけな。カニ光線。正解。いや違うよ、カニ光線も作品名で。カニ光線はあれでしょ、あのグリとグラ書いた人でしょ。あ、そうなの。なわけあるかい。あ、なんだ俺真面目に。てかあれでは武器いいから防具でしょ。まずしかも武器6なのないよ。着物とか売ってんじゃん。あれこれなんだ。わけがわからない。てかもうお前だ。正解はせば芥川龍之介でした。ああ。いや合ってるかどうかわからん。あ、金の腹掛けってやっぱり金太郎。金の腹掛けじゃん。金の腹掛けか。金の腹掛けじゃん。金の腰巻きじゃん、さっきの。あ、そっか。浦島、アラシア持ってるな。持ってるし、アシュラだし、桃田買おう。あ、桃田買ったよ。アシュラ何も着ないな。桃田買った。桃田買ったか。アシュラ何も着ない。安定の全裸。だけど金のあれは金のあれ。金のなんか買うか。金って高えな。金だもん。だから売ろう、ちょっといらないもんいっぱいあるよ。何？さっき散々捨てちゃったからな。そんな人を。兜売ろう。金の腰巻きもいらないよ。金の腰巻き売っちゃうか。でもこれさ、アシュラだったらどうする。ちょっとアシュラに。アシュラにやってないっけ。ちょっとアシュラやってないんだよ。アシュラね、なんで俺飛ばすんっつってたもん。なんで俺飛ばすん。俺アシュラが男っていうの未だに信じてないからね。じゃあアシュラは、俺の中で女の人だよ。アシュラはカタツムリと同じで、もう両生類っていうか両生グイル。カタツムリと一緒にすんなよ。あんま美しくないよ。あれ、アシュラでもなかった。でもダメだ。じゃあ、売っちゃう。つまり、俺らの、その、レギュラーメンバーは、着ないものってこと。そう。そう。お、めっちゃ高いな。銅の任さり。ああ、いらないな。あと、火の衣ってなんだ、そういえば。火の衣なんだろうな。0円ってことは、なんか意味あるもん。重要なんだろうな。大量の着物。
あと毒マムシ。毒マムシもそうだな。毒マムシあれじゃない、スザクとかと同じような扱いじゃないの。どっかで預けたいな道具。いらないもんがいっぱい。さつまいも売れよ。だから後でふかすから。ふかすってなんだよ。よし、下取るか。いっぱい。これいけるっしょ。これいけなかったら俺は。おいけー、 いいね。だいぶ腹がけよ。だいぶ売ったの。よっしゃ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 。いいよいいよ。で、今日竹取りの島はどこにあるんだい。竹取りの島はセーブした。セーブしようか。セーブしてない、最近やばいよ。4万3万。はぐれメタル探さないと。はぐれメタル。ほんとだね。よっしゃ。さ、スタートボタンでなんか見れるって言ってたな。おお、集めた水晶が見れるって。おお、ほんとだ。4個しか集まってない。4個か。全部で8個でした。確か8個あるの。まだ半分しか集まってない。ドラゴンボールでいうさ、あれだよ、ブルー将軍あたりだよ今。60時間やって8個しか集まってないの。60時間で8個って。俺は60時間もやってたのか。60時間で4個ってこと。あともう60時間ってことか。やめよっか。やめよ。竹林の南に行けば、南に行けば竹取りの村。ああ、村。あ、イエーイ、ゲット。竹取りの村っしょ。ああ、音楽が。わ、出た。この竹取の村のある島は鬼によって海にそそり立つ崖で隔たれてしまった、東の湖の底の抜き道を使うしかない。はあ、なるほどな。なるほどなったら、なるほどな。ここにさ、武器売ってんじゃね、もっといいやつ。あ、道具ある。預けよう、ちょっといろいろ。黄泉の塔。村人。あ、ほんと村人いない、こっち。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。村人、無謀だよ。じゃあ、弓の塔行くか。マジか、ちょっと。月行くどこにあるんだっけ。あ、でも、でかい家がある。あれが竹取の沖縄の家か。そう、竹取の沖縄だよ。昔々。竹取の沖縄って懐かしいね、なんか。沖縄と威風ものありけり。ねえ。古文だね、古文。そうだね。あべ、時間、いい時間だよ。あ、ほんとだ。うん。あん。あん。はい、強いよ。敵が強すぎる。見てこの疲労困憊ぶり。俺らなんでこんな弱いの。いや、レベル低いのか。俺たちが弱いんじゃない、敵が強すぎるんだ。本当だよね。うん、ニャキンタンより満金の方がいいんじゃない、こういう時。満金行くか。宿屋に人がいればな。まあいいや、でもこの辺でしとくか今回は。あ、そうする。うん、じゃあね、次回黄泉のなんちゃらに。はい、タイムスリップ。そう、タイムスリップ。じゃあプライムが喋ってました。ロッピーが操作してました。大丈夫。はい、はい、